キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャー。キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャー。キャプテンアメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーは、マーベル・スタジオ制作の2011年のアメリカ映画。マーベル・コミックのアメリカン・コミック・ヒーロー、キャプテン・アメリカの実写映画作品としては、1990年のキャプテン・アメリカ・マンジ帝国の野望以来の新作。また、様々なマーベル・コミックの実写映画を、 同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う一大企画マーベルシネマティックユニバースシリーズとしては第五作品目の映画となりその中のキャプテンアメリカシリーズの第一作目監督はジョー・ジョンストンマーベルシネマティックユニバースシリーズとしての自作であるアベンジャーズの監督ジョス・ウェドンも脚本に参加している 3D 映画として公開された 日本では10月14日と全米公開から3ヶ月遅れての公開となった。キャッチコピーはなぜ彼は世界最初のヒーローと呼ばれたのか。である。第二次世界大戦中の1942年3月、ナチスの将校、ヨハン・シュミットの部隊がノルウェーのトンスベルグを進行、オーディンから由来する強大なパワーを持つ四次元キューブとのわけもありをダッ ニューヨークでは、スティーブ・ロジャースが戦争を終わらせたいという思いから、出身地を偽造して5回も、軍への入隊を志願するも、貧相な体格と生まれつき病弱な体質、から不合格となっていた。スティーブはゴロツキに殴られているところを、バッキー・バーンズに助けられ、共に未来技術の展覧会を訪れたら、徴兵センターで兵士が募集されており、スティーブは最後の運試しとして、 入隊を申し込んだ。スティーブは偶然であったエイブラハム・アースキン博士に見出され、彼の計らいでスーパーソルジャー計画の被験者候補となり、SSR に徴兵される。チェスター・フィリップス大佐は当初スティーブを使うことに反対していたが、スティーブの勇気を知るとアースキンの主張に納得した。実験前夜、アースキンは完璧でなくても善良な君のままで、 とスティーブに酒を振る舞った。ヨーロッパではシュミットが部下のアーニムゾラ博士にキューブを使わせ新兵器のエネルギーを生成させた。さらにシュミットはアースキンの元へスパイのハインツ・クルーガーを送り込みだ。アメリカではスーパーソルジャー計画がフィリップスとペギー・カーターの立ち合いの下実行に移されアースキンの指示でスティーブに超人結成が打たれハワード・スタークが バイタレーション射器で、ベータ線をスティーブに浴びせる。実験は成功し、スティーブは超人兵士となる。だが、その直後、潜り込んでいたクルーガーにより実験場は爆破され、血清の入ったサンプルを持ち去られてしまう。アースキン博士は殺され、クルーガーは待機していた仲間と共に逃亡を図るが、超人的な身体能力を得たスティーブに捕まる。 スティーブに蘇生を問われたクルーガーは自決、逃走の過程で、サンプルも破損で失われてしまう。アースキンの死により、結成の製造法は失われ、スーパーソルジャー計画は凍結されてしまい、スティーブは唯一の超人兵士となってしまった。フィリップスは、今として強い兵士ではなく、軍として強い軍隊を求めていたので、スティーブにお役御免の通達を言い渡す。 スティーブは戦場へは出ず、米国上院議員、ブラントの依頼で、正常期をモチーフにしたコスチュームを着て、キャプテンアメリカというマスコットキャラクターとして活動し、国内の戦意公用に大いに貢献した。1943年11月、兵士移網を死に、イタリアに来たスティーブは、現地の兵士たちから馬鹿にされて気がつく。自分は、ただの見せ物になり下がり、 命がけで国のため戦おうとしていた初心を忘れていたことに、バッキーが所属する107部隊がヒドラによる襲撃を受け捕らわれたとの知らせを受けた。スティーブはペギーとハワード・スタークに敵地上空まで輸送してもらい、単身でシュミット率いるヒドラの秘密基地へと乗り込んだ。バッキーやその仲間たちは生きており、共に秘密基地を脱出する。バッキーと共に逃亡する最中、スティーブは シュミットと出会い、未完成の結成の副作用によって、レッドスカルとなった彼の真の姿を目にした。救出を成功させてジグニへと帰還したスティーブは、兵士たちの信頼を勝ち取り仲間として認められ、バッキー、ダムダム・デューガン、ゲイブ・ジョーンズ、ジム・モリタ、ジェームズ・モント・ゴメリー・ファルスワース、ジャック・デルニエを率いて、舞台を結成した。ハワード・スタークも、 戦闘服と盾をスティーブにあげて、ヒドラの秘密基地は数多く潰された。舞台はさらに、ゾラ博士が乗った列車を攻撃するが、彼の反撃により同行していたバッキーが谷底へと落とされてしまう。フィリップス大佐は捉えた、ゾラ博士からシュミットが、世界の主要都市の爆撃を計画していることを、聞き出した。親友を失い悲しみに暮れるスティーブだったが、 世界を救うため最後のヒドラの基地へと向かう。正面から乗り込んだスティーブは捕まってしまうが、彼を囮りとして部隊が強襲。一気に基地を壊滅へと追い込むが、シュミットは爆弾を乗せた、飛行機ワルキューレで脱出する。離陸するワルキューレに乗り移ったスティーブは、シュミットと死闘を繰り広げ、その最中に、キューブが暴走しシュミットは、惑星、ボーミアへ飛ばされる。戦闘で、 ワルキューレが故障、制御不能になり、スティーブは爆弾をアメリカに到達させないよう北極に、ワルキューレごと爆弾を沈めることを決めた。デートの約束をしていたペギーは、操縦席に着いた、彼と再会の約束をするが、途中で無線は途絶えた。ハワードは、スティーブの捜索の末、キューブを回収したが、ついに彼を見つけることはできず、捜索は打ち切られた。 スティーブが消息を絶って間もなく、第二次世界大戦は終結し、世界は平和を取り戻した。そして70年後の現代、北極で凍り付けとなった飛行機とその中に眠る盾が発見された。凍り付けになりながらもスティーブは生きており、SHIELD の基地に運ばれ治療を受ける。目を覚ましたスティーブは、変わり果てたアメリカに驚愕するが、ニックヒューリーから、 新たな任務が言い渡される。ヒドラのオリジナルの兵器や乗り物は、滑らかな形状のものがほとんどである。1997年4月、マーベル・スタジオズは、映画、キャプテン・アメリカ製作のために、マーク・ゴードンとゲイリー・レビンソンと交渉し、さらにラリー・ウィルソンとレスリー・ボームを、スクプト執筆のために、準備させていた。2000年5月、 マーベルは映画への融資援助のためにと共同した。しかし、キャプテンアメリカの著作権をめぐって、マーベルコミックとジョー・サイモンが賞を起こしたために企画は中断した。訴訟は2003年9月に決着した。2005年、マーベルはメリルリンチから5億2500万ドルの融資を受け、キャプテンアメリカを含む10本の映画を制作するとが決まった。また、 パラマウント映画が映画を配給する契約を結んだ。プロデューサーのケビン・フェイグによると、企画当初、映画のおよそ半分が、第二次世界大戦の時代を舞台にしたストーリーが、予定されていた。2006年2月、プロデューサーのアビ・アラドは2008年夏公開を、希望していることを明かした。また、ジョン・ファブローが本作を、コメディ映画として制作するためにアラドに接近したが、 結局彼はアイアンマンを監督することになった。7月、子供の頃キャプテンアメリカのファンだったというデビッドセルフがスクリプト執筆のために雇われた。この他、マイケル・フランスも興味を示していた。映画制作は2007年から2008年にかけての全米客本格見アイストライキの間、一時保留されていたが2008年1月、 マーベルエンターテインメントは本作を含むプロジェクトを進行させるために国、脚本家組合と協議を開始した。2008年5月5日、マーベルは映画、ザ・ファースト・アベンジャー・キャプテンアメリカを2011年5月6日に公開すると発表した後に同年7月22日に編。2008年11月、最終的に監督はジョージョンストンに決定し、また、 クリストファー・マルクスとスティーブン・マクフィー・リーガリライトのために雇われた。ケビン・フェイグは監督がジョンストンに決定した理由について、スター・ウォーズ級三部作の特殊効果、ロケッティア、遠い空の向こうに、などの過去の仕事ぶりから彼がふさわいと判断したとのこと。2009年12月、ジョー・ジョンストンは2010年6月クランクインを計画していると発言した。ジョンストンは レッドスカルが映画のメインビラーになり、第二次世界大戦期のスーパーチームであるを後半で登場させたいと明かした。2010年3月22日、バラエティシュアにクリス・エヴァンスがキャプテンアメリカヒューゴ・ウィービングがレッドスカルに決まったと報じた。また、4月までにキャプテンアメリカの相棒のバッキー・バーンズにセバスチャンスタン、 恋人のペギー・カーターにヘイリー・アトウェルが決まり、タイトルがザ・ファースト・アベンジャー・キャプテン・アメリカからキャプテン・アメリカ・ザ・ファースト・アベンジャーに変更された。また後日、アベンジャーズを脚本、監督するジョス・ウィードンが脚本に参加することが報じられた。サミュエル・エル・ジャクソンはインタビューでニック・ヒューリーが映画に登場することを明かし、またケビン・フェイグは 英国陸軍レンジャーズのとして同キャラクターが登場すると述べた。5月6日、ヒートビジョン氏はアーニムゾラ役をトビー・ジョーンズにするために最終交渉中であると報じた。また5月、アイアンマンのジョン・ハブロー監督は MTV のインタビュー若きハワード・スタークが本作に登場することを明かした。他にヘイリー・アトウェルの発言からトミー・リー・ジョーンズが出演することが分かった。 6月7日には、ダムダムデューガン役で、ニール・マクドノーが、アースキン博士役で、スタンリー・トゥッチが出演することが判明した。撮影は2010年6月28日より開始された。同日、マーベルにより、トミー・リー・ジョーンズが、チェスター・フィリップス米軍大佐役で、翌日には、ドミニク・クーパーが若きハワード・スタークで出演することが発表された。まず最初に、 クロストビットというワーキングタイトルの下でマンチェスター大学付近で撮影が行われた。このロケ地は1940年代のニューヨーク市マンハッタンのロワー,ーイーストサイドと似た場所を探した結果選ばれた。7月下旬にはロケ地をロンドンに移して行われ、9月にはウェールズのカーウェントで戦争シーンが撮られる計画であった。2010年7月、 ロサンゼルスタイムズ氏は 2D で撮影された本作が 3D 映画に変換される予定であることを報じた。スタンリー・トゥッチによると2010年11月には自分のシーンの撮影が完了しており、残り3週間で全撮影を終える段階であった。2011年2月、アラン・シルベストリが映画音楽を手掛けると報告じられた。 3月は4月にイギリスとロサンゼルスで再撮影が行われると報じた。4月23日、ニューヨークのタイムズスクエアにて一場面の撮影が行われた。映画では1600個近くの視覚効果が使われ、13の会社が分担して行った。2011年6月よりサウンドトラックの詳細が発表された。 アルバムの映画音楽はアラン・シルベストリが制作し、さらに主題歌のスター・スパングルド・マンをアラン・メンケンが作曲が作詞した。録音はロンドンのエアースタジオで行われ、2011年7月29日にウォルト・ディズニー・レコードから発売された。ワールドプレミアは2011年7月19日にカリフォルニア州ハリウッドのエル・キャピタン・シアターで行われた。 同月21日にはコミコンインターナショナルで上映された。翌22日よりアメリカ合衆国とカナダで一般公開が始まった。パラマウントは国際配給の際にアメリカ色の強いタイトルを避けたい国にはザ・ファースト・アベンジャーの副題のみで公開できるよう選択肢を与えた。結果、ロシア、韓国、ウクライナではそのタイトルで公開されることとなった。 マーベルとパラマウントはこれらの国々で変更された理由を明らかにしなかった。2010年6月、マーベルは本作とマイティソーのロゴを公開した。最初のテレビ広告はフォックス放送が中継する第45回スーパーボールで流された。伝えられるところによれば、パラマウントは30秒の広告を出すために300万ドルを支払っている。予告編。 1> 第1弾は2011年3月に公開された。2011年2月にマーベルコミックは映画のサイドストーリーを描いたデジタルコミックを発表した。映画とタイアップしてコンピュータゲーム作品が XBOX360、PlayStation 3、Wii、PlayStation Portable、Nintendo DS でセガより発売された。日本では未発売。7月には モバイルゲーム作品キャプテンアメリカセンチネル・オブ・リバチンがリリースされた。さらに同様にも発売された。北米では2011年10月25日に DVD ブ,ブルーレイブルーレイ 3D が発売。日本では2012年2月24日にパラマウント・ジャパンより発売された。2011年7月22日に北米で公開され。 金曜日の深夜上映のみで約400万ドル。金曜日全体では2570万ドルを記録した。初週末3日間では約6510万ドルと2011年のスーパーヒーロー映画としてはマイティソー6570万ドルに次いで高い初動を記録となった。2011年10月10日時点で北アメリカで約1億7500万ドル。 世界全体で約三億六千二百万ドルを記録。ロッテンタメイトスでは二百六のレビュー中七十八パーセントが支持を表明し、平均点は十点満点中六点九点となった。メタクレティックでは三十六のレビューで百点満点中平均六十六点を獲得した。のロジャー・ムーアは、ジョーストン監督は、スター・ウォーズ、レーダース、失われた、アーク、 正規への愛ある参照で、ナチスがあり、ライトで、クレーバーで、バランスの良い冒険映画を提供してくれたと、肯定的なレビューを書いた。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは4つ星満点で3つ、星を与えた。ニューヨークタイムズの AO スコットは、なかなか楽しめたと評した。一方、ザ・ビレッジ・ボイスのは、チンプで、感傷的な2時間に、 全く不要な後付け変換 3D と否定的なレビューを書いた。バラエティのピーター・ D ・ブルージアは、キャプテン・アメリカ・ザ・ファースト・アベンジャーは、マーベル・スタジオのアベンジャーズの前日短のようだと述べた。ハリウッドリポーターのカーク・ハニー・カットは、アイアンマン2作品や、インクレディブル・ハルクと同じく次の夏のアベンジャーズの続くマーベル映画の前日短として、本作は少し単純すぎて、 ルーチンであると書いた。前述の通り本作は、複数のマーベルの実写映画作品で、世界観を共有する、マーベルシネマティックユニバース、幕の一作であり、スタッフロールの後に2012年公開の映画、アベンジーズの予告編が流れる。それ以外にも他のマーベル作品とのクロスオーバーが、図られている。2011年4月、 クリストファー・マルクスとスティーブン・マクフィー・リーは続編の脚本を書いていると発言した。2012年7月、ディズニーとマーベルがサンディエゴコミックコンデタイト、キャプテン・アメリカ、ザ・ウィンター・ソルジャーとそのロゴを発表した。公開予定日は2014年4月4日である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。